じゃん。はい、よいしょ。はい、あ、黄金色に染まった田んぼで稲刈りをしたのは、高知市の芸術学園幼稚園と桜井幼稚園の園児たちおよそ90人です。この体験は園児たちに普段食べているお米がどのようにして作られているのか知ってもらう食育の一環として毎年行われています。芸術学園幼稚園の隣にあるおよそ 9.5 アールの田んぼには、園児たちが今年5月に植えた稲ニコマルが大きく育ちました。今日の県内は秋晴れとなり、最高気温は四万十市江川崎で 31.1 度、本山町で 30.6 度と8月下旬から9月下旬並みとなりました。よっしゃ、どうぞ。はい、OK。そんな暑さにも負けず、園児たちは小さな手で力いっぱい鎌を引いて稲を収穫していきました。稲を切るときザクザクしてうとが気持ちよかったです。稲がでかくなったき嬉しかった。味わって食べてから食べた方がいいかと思う。チャーハンにして食べたいです。今日刈り取った稲は精米した後11月から給食で食べるということです。